令和2年1月12日、阿蘇市の成人式が阿蘇体育館で行われ、今年成人を迎えた209名が出席しました。成人式を前にアトラクションとして、阿蘇恋カルデラによるよさこいパフォーマンスがあり、会場を盛り上げていました。式では佐藤義興阿蘇市長が、権利、義務、自覚、責任、信頼、忍耐などを大事に大人として突き進んでほしいと式辞を述べました。毎年恒例となっている市長から成人者への歌のプレゼントは、菅田将暉さんの間違い探しと H2O の思い出がいっぱいの2曲で、新成人は手拍子を打ちながら笑顔で聞いていました。少年だったと懐かしく振り向く日があるのさ。281名の新成人の皆さん、本当におめでとうございます。そして新成人者を代表して一宮中学校出身の白石光さんが成人の言葉を述べた後、浪野中学校出身の加藤奈々さんが交通安全宣言を行い、最後に阿蘇中学校出身の中川花江さんが謝辞を述べました。今年阿蘇市で成人式を迎えたのは、平成11年4月2日から平成12年4月1日までに誕生した人で、281名が大人の仲間入りをしました。やっぱり20歳になったっていうことで、すごい自由になった面と、やっぱり責任だったり自覚だったり、今日いろんな代表でお話もあったんですけど、自覚と責任が伴うので、自分のこれからの将来に向かって一歩ずつ確実に足を運んでいけるような、そしていろんな人から尊敬していただけるような素敵な女性になりたいなと思います。これから20歳として、社会人らしく振る舞えるように頑張っていきたいと思います。